よ、ナスヒヒです。今ね、スーパーに行ってたんですけど、ものすごい怖いことがあってですね、ちょっとお腹が空いて、安いお菓子をね、買おうとしてたんです。商品をレジに持ってこうとしたら、何かのね、いかつめのおじさまが来たんですよ。で、おじさんからしたら、僕がいる方向に向かいたかったんですよ。体の方向的に、道的にね、僕がいる道を通りたくて、で、僕はおじさんの方を通りたかったんですよ。で、僕はおじさんに先に道を行ってもらおうと思ったんですよ。そうしたらなかなかおじさんが動かなくて、あ、これ僕と同じで、あ、僕に先に行ってもらおうと思ってるんだろうなと思って歩こうと思ったんです。で、両サイドに棚があるすごい狭い道だったんで、おじさんの体とかに当たらないように歩いてたんですよ。そしたらおじさんが体当たりしてきて、危ねえじゃねえかって言ったんですよ。怖すぎません？びっくりしちゃって、僕にらみつけちゃったんですよ。そしたら向こうのおじさん威嚇してきて、あ、この人関わったらおっかねえ人だと思って、そそくさんに逃げて商品を買って今出てきたんですけど、そのお菓子も食べてできたんですけど、怖かった。本当に作業着となんかグラサンみたいな いかついおじさまだったんで、まあ疲れてるんだろうな、仕事とかしたいって思ったんですよ。だからあえてそのことを改めてないようにねしたんですけど、にしてもね、怖すぎません？体当たりして、んだこらみたいなこと言われたんで、危ねえだろみたいなこと言われたんで、はぁって思って、怖いですよね。気をつけてくださいね、皆さんも。あとあれですよ、いくら疲れてるからといって、おじさんみたいに、なっちゃダメですよ。気をつけるってこともね、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあバイバイ。